京都府警察6月より総務部、刑務部の一部部署が業務を開始し、10月には全面会長となる予定である。2020年5月までは約200メートル南にある旧本館に本部があった。旧本館は京都で行った昭和天皇の即位の礼に合わせて建設された近代解散で改築後に、 文化庁が使用する。警察本部の組織体制は、警察本部組織条例、京都府警察本部等組織規則などにより、定められている。各部には、部長が置かれ、部長に準じる職として、次長、参事官、理事官、主席監察官、組織犯罪対策統括室長の職が、設けられている。京都府警察本部110番指令センター警察署数は25。 警察車両のナンバー地名はすべて京都である。現在京都府警察は警察署の機能の強化や空き交番対策などを理由に平成17年度以降京都市周辺と北部で再編整備事業が推進されている。最終的に京都市域では一区一所制となる見込み。新設予定の警察署市民に警察活動への理解を深めてもらう目的で 毎年府内各警察署機関内を持ち回りで触れ合いコンサートを開催している。コンサートでは京都府警察の音楽隊が行進曲やアニメの主題歌などを生演奏するほかカラーガード隊の演舞披露などが行われる。入場は無料だが各警察署や管轄の交番、駐在所で配布する入場整理券が必要となっている。京都府警察部長事例書 ありがとうございます。